こんにちは、超たケロすです。えっ、ー、と、ドラクエ 12? うん、ドラクエ12なんですけど、なんか、ネットでさ、すごい叩かれてますよね、なんか。いつ出るのや、一体。うん。遅すぎ。とかって。よく言われてるんですけど、うん。まあ、俺からしてみれば、ドラクエっていつも遅いじゃん。うん。 はっきり言って。うん。出るのが。うん。新作出るのが。でも、昔と違ってやっぱり遅すぎるのは確か。うん。っていうのも、あの、なんていうかな。今さ、ドラクエのメーカーのスクに行ってさ、あの、ソシャゲうんあの。スマホのドラクエにさ、なんかこう、力、 入れすぎてるっていうかさ、うん、そこが原因じゃねうん。あとさ、ドラクエ3のなさ、HD リメイクとかさ、大の大冒険のさ、外、ドラ、ドラクエ大の大冒険のさ、結局、あの、うん、西洋危機のゲームとかさ、 ああいうの別に作らなくていいじゃんというやつな。あんなもん作ってる暇があんならさ、俺、うん、早く新作出せって言いたくなるよな。うん、正直俺ね、大の大冒険のね、いや、好きだけど大の大冒険。好きだけど、うん、ゲーム、 やってまで好きかっていうとそうじゃないんだよ。だから俺ね、大の大冒険のゲームが出てもね、うん、買わないと思う。うん、安くなったら買うかなって思うけど、うん。そんなに俺、好きじゃないんだよ。いや、漫画もアニメも全部見てるけど、それをもう一回さ、ゲームでさ、復、復習するのが、なんか嫌だ嫌でさ、うん。あれってさ、結局、 ドラクエの名前借りてるだけだしさ。うん。あとね、ドラクエ3の HD リメイクもね、どうせさ、リフォルメじゃんキャラクターが。だから俺、そんなにやりたいと思わねん。うん。いや、俺も、ドラクエ 3HD リメイクはね、ちょっと買わないと思う。なんか、何かと言えばドラクエ3じゃん。 ドラクエ2のさ、HD リメイクだったら、うん、買ってもいいけどさ、うん、3とか、ドラクエ1の HD リメイクとか、正直あんまやりたいと思わんねえんだ。うん。多分さ、そういうもん作ってるからさ開発、開発遅くなると思うんだよ。うん。ご視聴ありがとうございました。